ティーショットにも使いやすい飛距離系フェアウェイウッド。ボールの重心とヘッドの重心がですね、揃うぐらい低い。こちらのモデルですね、まあ、エッグブランド、飛距離や優しさを、非常に追求したブランドになるんですけれども、特にこのエッグシリーズのフェアウェイウッドはプロがですね、気に入って使うことが多くてですね、初代のエッグスプーンと言われる3番ウッドは、まあ、片山晋呉選手が使って、まあ、非常にこうヒットしたモデルで有名です。特徴としましてはですね、ボディ自体は、フェアウェイでは割と珍しいチタンを使ってます。ソール全体をタングステン、まあ、比重の重い金属をソールに使って、まあ、すごく低重心に仕上がっています。で、まあ、低重心になると何でいいかと言いますと、まあ、打点の重心の位置が下がりますので下の当たりにも強くなりますし、芯の上の方で打てばスピンが減りやすく強い弾道が打ちやすくなりますので、結果まあ非常に飛ばしやすいモデルに仕上がります。これはですね、本当に重心が低くてですね、ボールの重心とヘッドの重心がですね、揃うぐらい低いんですね。これってもう非常にフェアウェイウッドとしてはかなり低い部類に入りますので、ちょっと下っ面ぐらいでも飛距離ロスが少ない、結果的に安定して飛ばせるモデルに仕上がっています。打感は、まあ非常に弾き感のある、これはまあドライバーも共通するところなんですけれども、こうボールを前に飛ばしてくるような感触がありますので、打っていてもおこれは飛んだんじゃないかなって思わせるような、感触を味わえます。まあ、実際に球も飛ぶので、やっぱりまあエッグっていうブランドもありますので、まあ、フェアウェイウッドでもやっぱり飛距離にこだわりたいで、まあ、ティーショットとかでもまあ扱いやすいモデルでありますので、スプーンとかフェアウェイウッドをまあ大事に使っている方なんかにはとてもおすすめできるモデルだと思います。